寧に作る素敵なスカート、ティアードスカート。製図と裁断、型紙を製図します。生地に型紙を待ち針で留めて縫い代をつけ、縫い代も線に沿って切ります。この時生地は持ち上げずに裁断します。印付け、必要な印をつけます。ポケットに縫い代と空き止まりの印、1段目スカートの脇にはポケット付け位置の印をつけます。ベルトにも合い印をつけておきます。ギャザーを寄せる。前後の3段目スカートの縫い代にジグザグミシンをかけます。前後の3段目スカートをそれぞれ縫い合わせます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。縫い代をアイロンで押さえてから割っておきます。少し水をつけてドライアイロンを当てるときれいに割れます。芯をかけます。出来上がり線の 0.2 センチ上と 0.2 センチ下を縫います。粗ミシンの糸は目立つ方が作業がしやすいので目立つ色で縫っておきます。ギャザー用の粗ミシンは脇の縫い代部分にはかけないように注意します。縫い代まで粗ミシンをかけると縫い代にもギャザーが寄ってしまうので注意してください。スカートの裏側を上にして表側にある糸を2本同時に引きます。ギャザーのバランスを見ながらベルトの幅に合わせて寄せていきます。2段目は1段目の下側に合わせ、3段目は2段目の下側に合わせます。脇の縫い代端から 1.5 ミリくらいのところに待ち針を打ち、糸を8の字に巻くと固定されるので、糸端を固定しないと調整しにくい端の方のギャザーもきれいに調整できます。1段目、2段目、3段目のパーツを中表に合わせ縫い合わせます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。ギャザーを寄せた側で斜めにねじれないように整えて縫います。下の布がたるまないようにピンと張って縫います。粗ミシンの糸を抜き、アイロンで縫い代部分のギャザーを潰してから縫い代を1センチに切ります。2枚一緒にジグザグミシンをかけ、アイロンで上側に倒します。ギャザーを潰さないように気をつけながらアイロンで押さえます。表側からステッチミシンをします。ポケットを作る。ポケット周りにジグザグミシンをかけます。前スカートのポケット口のスカート脇に
1.5 センチ幅の伸び止めテープをアイロンで貼ります。伸び止めテープはポケット口より1センチくらい長く切っておきます。伸び止めテープは出来上がり線よりも内側に入るように合わせます。アイロンは滑らせずプレスするようにします。残りのポケット口とスカート脇も同じようにします。伸び止めテープを貼ってからスカートの両脇の縫い代にジグザグミシンをかけます。ポケットとスカートを中表に合わせます。ポケット口を出来上がり線で縫います。ポケットを外側に倒し、前後スカートを中表に合わせて縫い合わせます。スカート脇はポケット口の上と下に分けて縫います。1段目の粗ミシンの糸はベルトと合わせるときに必要なので、巻き込まないよう注意しながら置いておきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。ポケットの縫い代は一緒に縫ってしまわないように引っ張りながら縫います。ポケットの縫い代をアイロンで押さえてからポケットを外側に倒しアイロンで整えます。 0.7 センチのところに印をつけ、前側のポケット口だけにポケット布側からステッチします。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。待ち針で留め、縫う位置に印をつけてからポケットを2枚重ねてポケット周囲を縫います。出来上がり線、出来上がり線の 0.5 センチ外側の2回縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。その処理、脇のところの縫い代をカットします。出来上がり線の 0.2 センチ上まで縫い代の幅を 0.5 センチにカットします。すべての縫い代を同じようにカットします。アイロン定規ロングを使って裾を三つ折りにします。止め 0.2 センチのところを縫います。縫い終わりは縫い始めに重ねます。ベルトをつける。ベルトの端と端を中表に合わせて待ち針で留めます。端から1センチのところを縫います。縫い代は割っておきます。ベルトの耳ではない方とスカート本体を全ての合い印を合わせて待ち針で留めます。
表側から粗ミシンの糸を2本同時に引いて調整します。出来上がり線に合わせて待ち針で留めてから縫い終わりは縫い始めに重ねます。粗ミシンの糸を抜き縫い代を1センチに切ります。縫い代をベルト側に倒してから縫い目と出来上がり線の印を合わせてアイロンで折り山をつけます。縫い針で留めてから ゴム通し口を4センチほど開けて表側から縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。ゴムの長さはウエストサイズ ×0.9 プラス2センチで算出します。スピードゴム通しクリップ式を使ってゴムを通します。ゴム端に仮止めクリップロングをつけておくとゴム端がベルトの中に入り込んでしまうのを防げます。ゴム通し口からゴムを通します。ゴムは2センチくらい重ねて縫い合わせます。このような形に縫うと丈夫に縫い合わせられます。ゴムをベルトに収めて待ち針で留めてからゴム通し口を縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。ティアードスカートができました。